皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の歴史、江戸時代の国際関係、琉球と蝦夷地についてお話します。で今回3つに分けます。ヨーロッパ人が見た日本と、そして琉球王国蝦夷地と、この3つに分けます。まずヨーロッパ人が見た日本と、当時日本ヨーロッパと貿易してたオランダとだけですよね。長崎の出島で貿易していました。ですからオランダとの貿易関係者ね、その人たちが見た日本、1619年に来日したオランダの商会員の、カロンという人、この人は日本についてこう書いています。日本人は名誉を重んじると、ね、非常に重んじる、そして恥を知っていて、名誉のためには命も捨てると。さらに日本の子供たちは非常に賢くて温和である、こんなふうに言っています。嬉しいですよね。そしてオランダ商館の医者として来日したドイツのケンペルという人、この人は日本人はとても勇敢な国民だと、民族だと言ってます。そして江戸に2回ほど行ってるんですけど、その江戸に向かう道中で、ね、多くの旅人を見て、日本は治安が良いので誰でも安全に旅ができると、こんなふうに本に書いているんですね。この二人の意見とても嬉しいですよね。でもこれからお話しする日本人が琉球王国と蝦夷地にしたことに触れると、ちょっとこの日本人とこちらの日本人別じゃないのと感じてしまいます。琉球王国の方からいきます。琉球王国の船が仙台藩の海岸に漂着して、家康が薩摩藩の島津氏に命じてこの漂流民を琉球に送り届けました。ここまでだったらとても親切でいいんですけれど、家康ね、琉球国王に謝礼の使いを要求するんですね。そちらの国の漂流した人と届けたんだからね、ちゃんとお礼の使いをよこしなさいなんて家康言うんですよ。と琉球国王はこれを拒否します。応じませんでした。そうするとこの漂流民を琉球に送り届けた島津氏、この島津氏が幕府の許可を得て琉球に軍隊を送って首里城、これを攻め落としてしまいました。これによって琉球王国は薩摩藩の支配を受ける、このようになったんですね。薩摩藩の支配を受けるといっても薩摩藩の領地になったわけじゃないです。琉球王国は残しております。なぜかというと琉球王国っていうのは中継ぎ貿易をやってとても、ね、利益を得ているところですよね。もし薩摩藩の領地にしてしまうと、この当時鎖国をしていますから貿易できなくなっちゃいますよね。貿易で得た利益を薩摩藩が吸い上げることができなくなる。ですからこの琉球王国は薩摩藩の領地としないで王国として残しておいて薩摩藩が支配すると、こんな形を取りました。で蝦夷地ですね、蝦夷地、今の北海道、ここにはアイヌの人々、ね、アイヌ民族が住んでいました。狩りや漁、採集を行って海外との交易を行っていました。1604年家康がこの松前市にこの蝦夷地の交易の独占権を認めて渡島半島、ここに松前藩ができます。この松前藩、アイヌの人々に不利な条件で交易をさせて、さらにアイヌの人々が住んでいるところに入っていって勝手に鮭を乱獲すると、このようなことをしますね。つまり人のものを取っちゃうわけですね。そんなことをすると、そうすると1669年6月この松前藩に不満を強めたアイヌの人々、この人たちが釈迦院を主導者として立ち上がって松前藩と戦うことになりました。この釈迦院をリーダーとする
この愛の人ととても強かったんですね。そこで松前藩、同じ年の10月にね、愛のに講和を申し込みます。もう戦いをやめよう、でこれを講和と言いますけど、こうそれを申し出るんですね。でこういう条件でやめようとか、それを決めるわけです。そしてその講和を祝う席で松前藩、卑怯なことに釈迦院を暗殺してしまうんですね。これがヨーロッパが見た日本と同じ日本だとはちょっと思えません。こんなひどいことをしたんですね。指導者の釈迦院を失った愛の人たち、ね、松前藩とまた戦うんですけど、どん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 負けていって、この戦いに敗れたアイヌの人々、ね、さらに厳しく松前藩に支配される、ね、このようになっていきました。今回は江戸時代の国際関係、琉球と蝦夷地についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。